立山港。立山港は、千葉県立山市の立山湾岸に位置する港湾法上の地方港湾である。国の特定地域振興重要港湾に指定されている。港湾管理者は、千葉県。立山湾は、別名、鏡ヶ浦とも呼ばれ、日本百景をはじめ、日本の夕日百選、関東の富士見百景、東京湾百選、王走の魅力五百選、 恋人の聖地などに選定され、南房総国定公園の美しい景勝地として、静穏な海域と年間を通して、温暖な気候に恵まれた天然の良好である。桟橋形式としては、日本一長い、立山夕日桟橋には、旅客船、観光庁船を、端3万トン級の客船が接岸できる。旅客ターミナル及び、交流拠点施設として、 なぎさの駅立山が整備され、港オアシスに指定されている。房総半島の南端、東京湾湾交部の立山湾に位置する天然の、両港で、南側が半島で覆われているため、周辺は、外目からの影響が少ない静音な海域である。南国の明るい風光と年間平均気温摂氏16度の温暖な気候に恵まれ、冬季でも色鮮やかな花々によって彩られている。 花の町で、また、サンゴや、海ホタルなどの貴重な資源が豊富に残る海の町でもある。立山遊日山橋周辺では、海ホタル観察会を開催している。古くより生鮮魚を、魚ヶ島で運ぶ水揚げ港として栄えたほか、1889年、明治22年には、東京湾汽船、現在の東海汽船が、東京立山航路を開設するなど、 暴走半島への航路の拠点でもあった。1963年、昭和38年には水中浴船が就航している。その後、旅客航路は季節運航となり、現在は水深5.5メートル岸壁4バース、内1バース耐震強化岸壁などが整備され、主に砂、砂利などの資材を扱う工業港となっている。港湾の東側には、 海上自衛隊立山航空基地が隣接する。1953年昭和28年3月には港湾区域の認可を受け千葉県が港湾管理者となり開港する。国連欧州経済委員会ニーズが制定している開港コード UN ローコードは JPT。百九十三年平成五年に国土交通省から海岸事業として B1 利用促進モデル地区の指定を受け、特定、護岸、遊歩道が整備された。2000年、平成5年5月には、観光、レクリエーション分野での地域振興が期待されるとして、特定地域振興重要港湾に選定されており、港湾の北側に、大型客船が、寄港可能な、立山高田目的館桟橋、立山遊日桟橋が整備され、2010年、 平成22年に、供用開始となった。国土交通省、千葉県、立山市共同で策定した、立山湖港,港湾振興ビジョンに基づき、港町づくりを推進している。毎年、8月には、特大スターマイニーや水中8号玉、直径250メートルの水中花火をはじめとする、花火1万発をわずか75分で打ち切る。 立山湾花火大会が開催される。また海岸特設ステージでは、花火をバックに、様々なイベント、フラメンコなどが行われ。立山湾に面して、北側には、船形漁港、第三種漁港、工場海岸、海水浴場が整備されており立山港、工業港、旅客ターミナルと、住み分けされている。年、養老年、国が成立 平休里川流域、現、立山湾周辺に国府が置かれ、1099年、講和元年、安房国史の源の近本が、柏崎、現、立山市から船で問え帰った。この頃にはすでに、立山湾周辺にて海運が行われていたとされる。1601年、慶長6年、里見義安が、立山城下西を建てて、本格的に城下町建設を始め、 商人の船は、新井浦、立山湾へ入り船することを義務づける。江戸時代に入ると、徳川家康から、1614年、慶長19年を大阪の陣で活躍した、木更津の水府への奉承として、江戸、木更津間での都線営業権などの特権が与えられた。それに伴い、1615年、玄奈一年、新井、楠の君、玄、 立山市においても船乗り30人が大阪の陣にて活躍される。その後、木更津が、和佐国、安房国の海上輸送の玄関口として繁栄し、海上輸送が発達した江戸時代に主に、東京湾内の輸送に号大力船、長さ31尺、約9.4メートルから65尺、約19.7メートルほどの小型海船が活躍し、和佐国、下宇佐国同様、 安防国においても海辺で、穀類や、新館などの運送に用いられるほか、人を乗せて、旅客輸送も行っていた。巨南町の安田海岸を描いた、歌川広重の浮世絵である、富士36系の、某州安田の海岸において、のこぎり山の下に位置する、磯津街道は、立山港まで続いていたとされる。当時、安防国の中心であった立山方面に至る。 磯伝い道は、絶景の道ではあったが、交通の難所としても知られていた。海岸の崖沿いを避けたトンネルの多い道路は、明治中期になって整備されている。幕末、江戸城会場の当日、江本は新政府への軍艦の引き渡しに応じず、悪天候を理由に艦隊を、立山沖へ移動。当時の立山湾は、日本有数の大艦隊が停泊する港であったため、 建山の地にて兵力を整え、軍艦8隻で、函館に向かう準備を整える。後の函館戦争。強順派の勝海舟の説得で品川沖に戻り、富士山丸、観光岩、朝日丸、昇角丸の4隻を新政府に引き渡すが、海洋など主力艦の温存に成功した。7月、榎本に対して、仙台藩を中心とする奥越列藩同盟から、 支援要請があり、8月20日、海洋機関として8隻からなる旧幕府艦隊、海洋、万竜、海天、千代田型の軍艦4隻と、関林丸、長芸、新速丸、三河穂丸の運送船4隻が、品川沖を脱走し、仙台へと目指した。この江本艦隊には、若年より、長井久志、陸軍武尚並、松平太郎などの重役のほか、 大塚角野城や、丸、毛利久しなど将棋隊の生き残りと、瞳翔太郎や岩八郎などの遊撃隊、そして、旧幕府軍事顧問団の一員だったジュール・ブデュネと、アンドレ・カズヌーブラフランス軍人など、総勢二千四名が乗船していた。明治に入ると、立山の立野の安五郎が安全者を起こし、東京、霊岩弟立山間に帰船を就航させる、計画を立てる。 それに伴い、後に、船形、名古、北条、立山に、汽船の発着の桟橋が設置のせいが行われる。1881年、明治14年、第一回安防協立汽船会社が設立され、安全者との競争をはじめ、その後、大倉喜八郎、渋沢栄一など財界人が株主になり、豊津村に、日本水産会社を設立。1889年、 明治22年11月より東京湾汽船会社、現在の東海汽船株式会社が東京立山航路を開設した。立山航は、魚には多く、創業当初のドル箱航路だった。これらの立山航路整備により、立山航は、房総半島への航路の拠点としての役割を担う。昭和に入ると、立山航空基地が完成し、立山海軍航空隊が開設。 軍船要項を施設する東防波堤。これにより、立山湾には様々な軍艦、潜水艦などが見られるようになる。大塚岬と西岬地区に東京湾要塞の砲台が構築され、さらにその先海軍航空隊が笠名、へ、大賀に開け隊するなど、軍事整備が次々と行われた。立山は実戦の体制となり、 陸上機体、水上機体の両方を備える中枢基地となる。また、一時中高隊を置いて、外線部隊の一翼を担うが、木更津基地の完成とともに、中高隊はそちらへ移った子により、以後立山航空基地は内線部隊となる。1945年、昭和20年、ナコチック川崎に空襲があり、立山港からアメリカ軍が上陸し、終戦を迎える。 戦後、1948年、昭和23年、立山港を地方港湾に指定し、1949年、昭和24年、東海汽船が戦争で中断していた立山航路を復活した。1952年、昭和27年、立山港を5カ年計画で、集築開始する。1953年、昭和28年、海上警備隊、 海上自衛隊立山航空隊が設立され、同年の3月に港湾区域の認可を受け、千葉県が港湾管理者となり立山港として開港する。1958年昭和33年、南房総国定公園に一部指定され、立山港から船形魚港間の海岸道路が完成した。東京湾高速船株式会社により水中浴船バカンス号、 ファミリー号を東京、立山間に交差せる。その後、旅客航路は季節運航となり、水深5.5メートル岸壁4バース、うち1バース耐震強化岸壁などが整備され、主に砂、砂利などの資材を扱う工業校へと変貌していく。1973年、昭和48年、第28回国民体育大会。 若潮国体ヨット競技の会場になり、1993年、平成5年に、国土交通省から、海岸事業として、ビーチ利用促進モデル地区の指定を受け、これにより、立山港における、多目的観光桟橋整備事業、北条海岸におけるビーチ利用促進モデル事業、シンボルロード整備事業などを進めることになる。2000年、平成5年5月には、観光、 レクリエーション分野での地域振興が期待されるとして、特定地域振興重要港湾に選定されており、港湾の北側に、大型客船が、寄港可能な、立山港多目的館桟橋、立山遊日桟橋が整備され、2010年、平成22年に、供用開始となった。国土交通省、千葉県、縦山市共同で策定した、立山港港湾振興ビジョンに基づき、 賑わいのある海辺づくりを基本的な計画として港町づくりを推進している。2015年度参考立山夕日桟橋は正式名称立山高田目的観光桟橋の愛称。桟橋形式としては日本一長い桟橋で海岸通りから500メートルの長さがある。四季を通して様々な船舶が着岸する。立山市において 立山港多目的観光桟橋の愛称を募集したところ、全国から応募総数305件、268作品の応募があった立山市内159件、立山市を除く千葉県内71件、千葉県外75件。選考は立山港多目的観光桟橋愛称選考委員会で行い、審議の結果、立山夕日桟橋に決定した。 決定した愛称を広報や観光パンフレットなどに表示するなど、積極的な活用を図る。明治より旅客ターミナルとしての実績や桟橋の整備、立山、夕日桟橋が進み、房総半島への航路の拠点としての役割を担う。日東商船の海中観光船や東海汽船の高速ジェット船が季節運航で寄港するほか、小笠原海運動が サワラマルも年数回程度寄港する。また、モニターツアーで東京ワンフェリーが入港した実績もある。近年では、クルーズ用の港として、国土交通省のクルーズポルトガイドオブジャパンに掲載され、世界最大のクルーズ見本市、クルーズシッピングマイアミにおいて紹介されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。